お世話になっております。ワルハラ実況プレイ、今日もね続きをやっていきたいと思いますが、前回ねプロローグ3日目まで終えることができたので、このアナのデモというやつをね今回はやってみようと思うんですけど、なんだろうねちょっとデモがよく分かってないですけど、まあサクッと終わるようであればそのまま最初からにも入っていければいいなと思ってるんですけどね。どうかな。3日目すごい長かったからね、録画時間50分以上あったから、実はそれぐらいねある可能性もありますけどね、デモもね、まあ、とりあえずやっていってみますね。12月12日か、月曜日、普通に1日ある感じかな。わあ、まああのプロローグの3日目の後ですよね、翌日ですよね。はあ、ああ退屈な夜、重空ボックス選択できないのか。まあ犬の相手をしなくていいだけマシか。いつもならここで犬のお客が来てオチがつくところだけど、今夜は違うみたい。ついてないねモニターもね。犬といえばギルは一体どこに行ったんだろう。犬といえばなんだ。お、ああボスか、暇そうだな。お客さんいないっぽいっす。わあ、悪いな、起こしたか。寝てませんよ、目は開いてるでしょ。大学には行ったんだろ。ならわかるだろう、目が開いてても寝てるときは寝てるもんだ確かに。心配するな、怒ったりしないさ。今夜は随分暇だからな、そうなっても仕方ない。実際今夜ほど暇な夜はお前がここで働くようになってからじゃ初めてだ。そんなに。そうなんですか。ああ、ロバートのやつが働いていた頃にも似たような日があった。俺の前任、俺っていうかジルの前任のバーテンダーなんですかね、ロバート。それ誰です。この店最初の従業員、哀れなバカ者でな、空中浮遊役を決めて、ビルの上から身を投げた。空中浮遊役わあ。一応薬は効果を発してな。それで奴は宙へ浮かび出してそのまま止まらなかった。あ、本当に浮遊する薬なの。気分的にっていうことじゃなくて、その後奴の死体は飛んでいる最中のカニエバニア行き民間機の花面をべっとり汚す形で見つかった。カニエバニア、まあそれはともかく、それそんなに軽く流せる話ですか。その夜お客は一人も来なかった。道を聞きに来る迷い人さえ来なかった。だが突然少年が一人入ってきた。そいつは見るからに未成年だったんだが、あまりに退屈だったもんで一杯注文させてやることにした。私は彼にカルモトリン抜きの飲み物を出した。注文することは許しても未成年の坊やにアルコールを出すつもりはなかったからな。あ、やっぱそうなんだよね、カルモトリンがアルコールなんだよな。そして支払う段になって坊やは自分の持っている金じゃ足りないことに気がついた。するとそいつはシャツを頭からすっぽりかぶって、俺は幽霊だと叫んで逃げ出そうとしたんだ。だから私は奴のことをバーの外まで思い切り蹴り飛ばして、幽霊なら痛くないだろうと言ってやったのさ。手荒ですね。ボス、本当に未成年の子を蹴り飛ばしたんですか。そんなわけないだろ、ただきつく叱っていくらか皿洗いをさせただけさ。私が純粋な若い子を蹴り飛ばすなんてちょっとでも思ったのか。すごく傷つくじゃないか。だってそう言うから。まあとにかくシャキッとしろ、そのうち客が来るかもしれないからな。だといいですけどね。ちょっと待ってください、そういえばギルの身分証明書ってロバートって名前じゃありませんでした。んー、いやいやいや、そんなことは。ゲフンゲフン。はあ、まあいい暇つぶしにはなりましたよ。その死んだロバートの身分証明書をギルに与えている。その夜会った少年っていうのがギルなんですかね、今の話だとね。それじゃあどうしようかな、グラスでも整理しますかね独り言へえ、うちに帽子型のグラスなんてあったんだ。すいません、誰が来た。ああごめんなさい、すぐ行きま、いた。あ、出た、これがアナだろう。大丈夫、
ご心配なく。ヴァルハラへようこそ。ご注文は何に、どうかしました？お客さん、まさか未成年じゃないですよね。未成年っぽいよね、この格好は。そうね、ちゃんとした固形食が食べられる年ならお酒だって問題なく飲めると思うけど、そういうことじゃなくてですね、はいはい、年は大丈夫。ちょっと前に21になったばかり。本当に。おー、なんだ今のは。なんて書いてあった今。なんか文字出てたよね。俺でも信じられない。どうしたら信用してくれるの。変な感じ。きっと睡眠不足か何かだ。この既視感は何だろう。いえ、大丈夫です。ご注文は何にします。そうね、シュガーラッシュが飲みたい気分かな。わかりました、少々お待ちください。彼女にシュガーラッシュを。でもちょっと若すぎるような。うん、ここはこれが正解なんじゃないですか。カルモトリンなしで。カルモトリンイコールアルコールっていう説明をね、わざわざボスがねしてくれてたからね。こういうことだと思うんだ。どうかな。どうぞ。ありがとう。ちょっと待って、これアルコールが入ってないんじゃない。でしょ。あー、バレた。はい、私のこと本当に未成年だと思ってるんだ。ええ、教えてあげるけど、私もう妊娠だってできる年なんだからね。未成年だってできるんだよな。残念だけど、それとこれとは関係ないんです。もう。でもまあ考えてみたらこれも悪くないかも。ポジティブだね。つまり私を子供扱いしないでってこと。ね、私のこと本当に未成年だと思う？まあね、でも、もうちょっと上に見えるかな。じゃあどうしてアルコールを出してくれなかったの？からかおうかなって。お客をからかう。あなたいつもそんなことしてるの？たまに。からかっても許してくれそうな人にだけね。ねえ、若く見られるからってどうしてそんなに怒るの？それは、あのさ、年下に間違えられて気を悪くするのは若い人だけだと思うんだよね。うん、まあ正直うちの常連の 95% よりは年上に見えるよ。うちの常連の 95%？ 犬ちゃんってこと？常連ではないよな、でもあのコーギーたちは。じゃああなたはいつも13歳かそれくらいに見える人たちにお酒を出してるってこと？ええ。え、それじゃあことをはっきりさせましょうか。身分証明書を出して。どうぞ。アナね、アナグレアムか。これが年、西暦なんでしょうけどね。 2070X 年っていう設定だったから、まあ、本当に21歳の可能性はあるのかな。てんてんてん。何も問題ないようですね。ミズ・アナ・グレアム。アナ・グレアム、どこかで聞いたことがある。そうなんだ。何、私の名前が面白い？ジョークの一つでも言ってみたら。丁重にお断りしておきます。私本気だよ。ほら言ってみなよ。みんなすっごく簡単だからって誰も私の名前でジョークを言わないの。それでも丁重にお断りしておきます。つまんないの。そうだ、あなたの名前を教えてよ、ミズバーテンダーさん。私の名前ですか。私の名前を教えたでしょ。だからこっちにもあなたの名前を知る権利があると思うの。そりゃそうね。私はジル。ジル、その後は？ただのジルですよ。偽名なのかな。偽名というかね、バーテンダーネームというかフルネームを知りたいの。単にジルって呼んでください。いいわ、じゃあ私の中ではジョアンナ・イグナシア・ローレント・ローンってことにするから。だからジョーって呼ばれてて、なんか略してジョーね。どうぞお好きなように。ねえジョー、ここってとっても寂れていない？ジョーって呼ばれた。今日はとりわけ暇なんですよ。とってもとっても暇なんです。あなたが来てくれてよかった。退屈で死にそうなところだったの。いつもそんなに忙しいってわけじゃないけど、今夜はそれでも異常なくらい暇でね。つまりここってそんなに繁盛してないわけ。常連のお客さんはいるけど、表通りのバーみたいなわけじゃない。でも私ここのお店好きだな。居心地いいし、なんとなくだけど安心できる気がする。奇遇ね、私もそう思ってる。
通ならこういう場所は逆のイメージを持たれがちだけどね。仕方ないと思う。ここは街で一番素敵な場所ってわけでもないから。残念だね。こういうポツンとした場所の感じって好きなんだけど。ここにいれば街のうるささも聞こえない。いい感じ。とは言ってもこういうポツンとした場所にはよく慣れているから単に懐かしいだけかもね。なるほど、懐かしいね。そういえば今気づいたんだけど、あんなに疑ったくせにどうして最初に私の身分証明書を見なかったの？まあ退屈してたから。なるほどね。それにあなた未成年じゃないって感じたの？どうして？お酒を頼んでから逃げられると思って入ってくるお子様はたくさんいるけど、みんな緊張してビクビクしているから、普通はそんなお子様に飲み物は出さない。自分が何に手を出しているか分かってない子ばかりだし。堂々とした態度で未成年が入ってきた時はどうするの？その子たちの見た目が青年に見えるならお酒を出してもそんなに後悔はしないかな。子供だって分かっていたら何も出さない。とはいえ私だって時々は出し抜かれるけどね。それじゃあ私は堂々としていたわけ？そう。なるほどね。ねえジョー、私が大人だって分かったんだからもう一杯頼んでもいいかな？何にする？そうね、何か甘いもの。これはもうカルモトリンありでいいのかな。甘いものね、了解。何か出しましょう。せっかくだからね、カルモトリン大量で熟成させてミックス。ブルーフェアリー洗礼じゃ。これがバラバラのな。どうぞ、甘いカクテルです。ありがとう。他のカクテルもみんなこんなのだったら私アル中になっちゃうかも。それは冗談でもやめてね。どうして、バーテンダーなら嬉しいんじゃないの？お客にアル中になってほしいバーテンダーなんていない。大変だもんね。選手をステロイド中毒にしたいトレーニングコーチがいないのと同じ。あ、そういうこと？それはその通りね。それにしてもこれすごく美味しいよ。本当に強いね。ねえジョー、あなたはお酒飲むの？まあお酒を飲まないバーテンダーなんていないと思うけど。どうかな、虫歯だらけの歯医者さんに会ったことあるし。そういうバーテンダーもいるんじゃない？きっといないよ。ベジタリアンのシェフがバーベキューレストランを経営しているような感じ。そうかな。これは自分が嫌いなものを作れるかって話じゃないと思う。自分が好きじゃないことをする意味ってあるの？っていう話。そうか、そうだね。なるほどね。虫歯だらけでも歯医者さんは歯医者の仕事が好き。じゃあアルコールが嫌いだけどバーテンダーの仕事は好き。いるかな？どうかした？あのさ、まだ私を名前で呼んでくれてないよね。アナグレアムさん。まだ、なんて？私の身分証を大声で読み上げた時以外、私の名前を言ってない。こっちはあなたの名前を何回も何回も呼んでいるのに。ジョーじゃないけど。その、特に名前を呼ぶ必要はないかと思って。ねえ、お願いだから呼んでよ。それはまたどうして？名前を呼んで？私の名前を呼んで？名前を呼んで！どうした？なんだろう、名前呼ぶとなんか、何かがある的な怪異なのかな、アナは。はあ。そういう都市伝説ありそうだけど。アナ？もう一回。アナ？そう、もう一回。3回呼ぶとやばいと。お、ほらほらね、ほら都市伝説だよ。 7? これ編集するときに俺はストップかけて見るけどね。なんていう文言があったのか。なんだろうな。7。まただ、あの変な感じ。誰かの過去でも覗き込んでいる。メガネかけた方がいいかな。ねえ、もっと。どうして名前を呼んでほしいの？人から名前で呼ばれるのが好きなの。親しみがこもってるし、それにふわふわした気持ちになるの。わかるけど、人に名前を呼んでって頼むのはなんだかちょっとおかしい。というか変。北斗の拳には出てきますけどね。そういう人ね。俺の名前を言ってみろってね。そんなの関係ないもん。前にね、毎朝私の名前を呼んで起こしてくれる人がいたの。
名前って大事なんだよ。一度名前を知ればその人との間にある壁なんか消えてなくなっちゃうんだから。ご両親とかではないのかな。一度何かに名前がつけば大事な家族の一員みたいに思えるようになるんだよ。変だからって何？それでも素敵でしょ。ジョーって呼ぶのも名前をそんな風に使うのもやめて。ねえアナ、一つ聞いてもいい？名前で呼んでくれるなら喜んで。あなたのその腕、ああこれそう、片方ない。変って言ったからないことに気づいた。実はあなたが入ってきた時から聞いてみたかったの。ちょっと嫌そうな顔してよ、あなたを怒らせようとしたのに。チェ、腕どっちがないのか、この絵だと見えんな。右手がないのかな。それで何が聞きたいの？どうやってなくしたか？もし嫌じゃなければ。嫌じゃないよ、むしろ誇らしいぐらい。どうして？だってこれはナノマシン拒絶症を生き残った証だから。ナノマシン拒絶症、本当？ナノマシン拒絶症って妊娠中に胎児の段階で見つかるものだと思っていた。普通はそう、でも例外もある。あのね、ナノマシン拒絶症候群には2つのタイプがあるの。1つ目は一般的な方、こっちは普通胎児の時点で判明する。これにかかったらキャットブーマになる手術をするしかない。キャットブーマっていう単語出てきてたよな。ベティさんが見かけた可愛い女の子。二つ目はティーンエイジャーの時に判明する。すごく珍しいんだけど、それでもたまにいる。そっち？じゃあその腕は。ナノマシン拒絶症は基本的に体が自分で自分を攻撃しちゃう病気なんだ。体の組織が剥がれ落ちて臓器が機能しなくなる。私はラッキーだった。腕と足の指を一つ噛みなくしただけで済んだ。わかる？ちょうど5本なくしたから一つ噛み。5本とにかく。義手は持ってるんだけど、今はちょうどメンテナンスに出しているの。ああなるほどね。外してるとちょっと変な感じ。まだつけてるみたいな感覚がする。つい少し前にも物を掴もうとしたんだけど、腕を動かしているつもりになったままただ突っ張っていたの。ところでもう一杯頼んでもいい？ない、腕の話はそれからにしましょう。オッケー。何がいい？今度は何かエレガントなやつ。エレガントなやつ。わざわざバーに来たのに高級なカクテルを頼まないなんて変だもんね。オッケー。今度はエレガントで高級そうなものね。ある？エレガント高級ボトルかな。ボトルいっちゃう？これ選べんのかな。選べない。ああ種類であったわ。エレガントバットタッチ。じゃコバルトベルベットいってみる。名前はかっこいい。これ作ったことない気がする。オンザロックでミックス。コーラの飲み残しにシャンパンを注いだようなカクテル。はい、エレガントだよ。見た目は高級そうだね。注文したことをちょっと考え直したくなるぐらい。ちゃんと飲んでよ。えへへ、なんかフラフラしてきた。気持ちいい。酔っ払ってきた。そうずっと病院にばっかりいたけど、今はもう違う自分の人生を生きてるのでしょ。幽霊なのかな。でもあまりにもだよね、それだとね。どういう設定があるんだろうな、アナには。良いことも悪いことも体験したいの。静かな隔離室に閉じ込められて座っているなんてもううんざり。ああ、その気持ちわかる。待って、隔離室って？タイプ2のナノマシン拒絶症患者は、ナノマシンを空気中から取り除いた特別な病室に入れられるの。空気中にナノマシンいんの。そうすることで体にナノマシンが吸収されないようにしたり、症状が悪化したりしないようにするんだ。まあ病室での思い出も全部が悪かったわけじゃないよ。3年か4年ぐらいそういう病室の中で過ごしたかな。本当にそんなに長く？遺伝子レベルでの治療は受けなかったから、長くかかる代わりにそっちの方が安くつくの。不満を言うつもりはない。だってその治療のおかげで今生きているんだもん。それに素敵な思い出もたくさんあったし。あなたが言っていたポツンとした場所への懐かしさってやつね。そう、
なるほど、大丈夫？うん、大丈夫、フラフラするだけ。ねえジョー、2つ飲み物を頼むからさ、そしたら2人で分けっこしない？なんですって。ほんと言うとね、治療や治療していた頃の話をしていると少し心細くなるの。ダメなことだったら頼んでごめんね。でもお願いしたかったの。普段ならやらないんだけど、ま、今回は特別ね。ほんと、やった。それじゃあピアノマンとピアノウマンを一つずつ。ほーん、お待ちよ。なかなかおしゃれなことを言ってきよる。ピアノウマンは熟成させてミックスんで、ピアノマンの方はオンザロックでミックス。うん、このカクテルはバーピアニスト組合やその関係組織の意見を代弁しているわけではない。これでじゃあ提供して、どっちがマンいく？はい、カクテル2つ、あなたどっちにする？マンとウーマンどっちがいい？私はどっちでも好きに選んで。わかった、じゃあウーマンにするね。乾杯。飲んだ。なんだろう、どういう存在なんだ。あ、一緒に乾杯しろってことね。ほらね、乾杯。乾杯イエーイ。はあ、大丈夫？うん、多分なんだかフラフラして悲しいの。悲しい？ラネットが恋しくて。ラネット、それは誰？彼女と私は病室で唯一のナノマシン拒絶症候群の患者だった。私たち毎日いつも一緒だった。食事をする時も二人一緒、面会時間の時もそばにいてくれた。眠る時も泣く時も笑う時も彼女といつも一緒だった。私が腕をなくした時、彼女は自分がいつでも代わりの腕になってあげるよって言ってくれたの。それで彼女はどうなったの？東京風に。免疫システムがおかしくなって東京風邪が彼女の体に入り込んじゃったの。風邪の進行を和らげるためにお医者さんたちは治療を急ごうとしたんだけど、ナノマシンをただ暴走させただけだった。最後にはナノマシンが脳に到達して。そうか、聞いちゃってごめんね。治療を急ぎさえしなければあと1年くらいは一緒にいられたかもしれなかった。最悪でしょ。でも結局全ては悪い方に転んだ。私、ラネットにさよならを言うこともできなかったの。ただいなくなっちゃった。辛かったね。毎日彼女が恋しいの、わかるでしょ？彼女のことを忘れたいなんて言うけど、本当はこの辛さをどこかにやっちゃいたいだけ。あれから2年経ったけどまだ辛いの。もう彼女はいないんだってことが。それがすごく寂しくて。ごめん、聞いてて気分のいい話じゃなかったよね、ジョー。そんなことないよ、気にしないで。それでもごめん、私ただ…私たちね、病室から出たらどこに行こうかってたくさん計画を立てていたの。あのムカつくナノマシン拒絶症がなければ、私たち仲良くなることもなかったのに。ねえ、これって不公平じゃない？なんで私がここにいて、ラネットはここにいないの？できる限り人生を楽しもうとはしている、二人分ね。でもまだ何か足りない気がする。あなたはどう思う？そうだな、おじいちゃんのことを思い出す。あなたのおじいちゃん、おじいちゃんは厳しい人だった。すごく誠実で、誰にもつまらないことで迷惑をかけたりしなかった。別に嫌われ者ってわけじゃなかったけど、大体の人はおじいちゃんの前だと緊張していた。おじいちゃんが死んだ時、どこからも悪口なんて聞こえてこなかった。おじいちゃんを普段は悪く言っていた人でさえ言わなかった。それ本当？死ぬことの一番いいところって、どんな間違いがあったとしても死んじゃえば関係なくなるところじゃないかな。些細なことなんて本当にどうでもよくなる。そうだね。ねえ、考えてみて、あなたが言うほど無理しなくてもいいんじゃない？つまり頑張りすぎないでってこと。シンプルに、ただ生きてみるの。それができるって素晴らしいことでしょ。あなたが今どんな気持ちかはわかる。でも病気は治ったじゃない。いつかいい思い出だけ思い出せるようになるよ。
だといいな。おじいちゃんとすごく仲良しだったんだね。うん、大の親友だったよ。死んじゃった時はすごくショックだった。おじいちゃんのことで何か後悔してることってある？そんなことを聞かれますか。多分ないかな。まあドラマチックなお別れとかも特になかったし、私が家にいる時に病院のベッドで亡くなったから、まあそういう感じですよね。どうだったかな。おじいちゃんとは喧嘩したことなかったから、残りとかもないんだ。そうね、こんなことを言っておけばよかったっていうのは少しあるけど、それって誰に対してもあるものでしょ。喧嘩したみたいな心残り、ラネットとの間にあった？ないよ、全然なかった。じゃあ大抵の人よりはラッキーだよ。そうか。何が言いたいかっていうと、気が沈んだ時は彼女が残してくれた楽しかった頃のことを思い出してみなよ。落ち込んだ時に幸せだった思い出を呼び起こしてみるの。うん、そうしてみる。へへ、なんだかちょっと元気になったよ。ありがとう。どういたしまして。そろそろ帰らなくちゃ。素敵な夜をありがとうね、ジョー。また寂しくなったらいつでも来てね。うん。まあなかなか楽しい気晴らしにはなったかな。アナはやっぱ、まあ、最初から選ぶとね、まず来るのはアナってもう見ちゃってますしね。まあメインの一人にはなるんだろうな。おう、ボス。あ、ボス、どうかしたんですか？ん？それは私が聞きたいところだ。え？お前。マジっすか。なんで止めてくれなかったの？もうちょっと前に。お前、1時間も独り言言ってたんだぞ。そんな、まさか。アナって女の子がそこに座っていたでしょう。いや、誰もいなかったぞ。アナって誰だ？宙に向かっておしゃべりしてるんなら、今日はもう店を閉めないかと言いに来たんだ。ずいぶんおしゃべりだったぞ。そんなはずないです。彼女はちゃんと代金も払っていったんですよ。登録書を見る限り、金はお前の口座から。払われたことになってる。てか、ちゃんと金払ってんのね、お客さんもね。でも飲み物も全部出したのに、床にぶちまけていた液体のこと言ってんのか。後で誰かが片付けなきゃならんだろうな。いやでも、ジル大丈夫なのか？心配なんだが。一人で自分と会話する従業員なんてごめんだぞ。いや大丈夫です。ただその、マジか。本当に私以外誰もいなかったんですか？防犯カメラまでチェックしたんだ。ずっと前が一人で喋っているだけだった。きっと疲れてるんだろう。多分すごく強烈な寝言だろう。そうかも。いやーそんなことないっしょ。さあ来い、家まで車で送ってやる。休んだ方がいい。はい。一体どうなっているんだろう。わー、これで翌日も来んだもんね、アナね。なるほど。面白いね。まだ最初からを選ぶ前ですけどね。うん、グッドバイミスバーテンダー。じゃあこれでようやくここに入っていけるという状態まで来ましたね。うん、このパートはまあここまでですけど、次回からまあ最初からやっていってみましょうか。どうかね、プロローグ先に見ちゃってよかったのかなって。どっちが正解なんだろうってね、割と迷ってる部分はあるんですけどね。まあ、うん。とりあえずまた次のパートでお会いできればと思います。じゃあ、お疲れ様でした。